どうした、どうした、いや、ちょっと緊張してるんで。ドラマではミッチーのお父さん役を演じている藤木直人さん、うん、どんな藤木さんにミッチーはどんな質問をぶつけるんでしょうか、はい、俳優の大先輩ですからね、じゃあ早速質問させてもらってもいいですかね、はい、僕の演技を見てどう思う、今の僕に足りないものっていうのは、あ、アドバイスね、なんだろうな、もっともっと堂々としてみたいな、やっぱりドラマの現場がどういう風に進んでいくか、初めてのことが多いと思うけど、はい、もっともっと堂々と自信持ってやったらいいんじゃないかな、はい、もっと今より堂々として頑張ります。じゃあ次の質問ですけど、はい、朝起きてすることとかありますか、毎日やってることとか。毎日やってること、お風呂朝入る、割と朝入るタイプなんですけど、風呂上がりにストレッチしたりとか、発声とか滑舌とか。逆に何してる？逆に僕は朝起きたら歯磨きすると滑舌がいいって。嘘だよ、そんなわけねえじゃん。でもなんか逆に、はい、歯磨きしないで現場に来ることあるの？いや、ないです。ないでしょ。じゃあ今度さ、はい、歯磨きしないで来て、そしたら、え、なんか今日ミッチ滑舌悪くねえみたいなことになるってこと？多分なると思います。ならない。ならないよ。歯磨いて滑舌良くなるんだったらめっちゃ磨く。それは。最後にミッチーがどうしても聞きたかったのが第7話に登場したこちらのシーンです。ミッチー演じるコウが昔幼稚園の発表会で踊るはずだった中太の大冒険を3人で踊るシーン。このシーンの時ってどんな感じでしたか、初めて踊った時とか。どういうこと、このおっさんどんな気持ちになって踊ってるのかなって聞いてみてた。いや、すごい笑顔だったんで。すげえバカにされてる。いや、バカにはしてないです。あ、そう。どういう感じだったのかなって。ミッチーと、ね、中島くんと3人で踊ってたじゃん、はい、俺ジャニーズになった気分だった。そのシーンだけど。